どうしたのこんなところに。もしかしてどこか具合が悪いのかしら。そんなこと言って、あまり遅くならないうちに家に帰ってちょうだい。あの子たちも心配してると思うから。心に座り込んじゃ他の患者さんに迷惑よ。まだ昏睡状態から戻ってないわ。今は落ち着いてるけど。ごめんなさい。やるだけのことはやったわ。あとは彼女の生きたいと思う力次第。日和ちゃんも元気になるかもしれない。面会時間内までなら。
別にいいでしょう。このひびが日に日に大きくなって、いつか割れたら私の命もそれまでかな、なんて。日和家に届いているわ。さあ、もう今日はお帰りなさい。カメたちも心配すれば。そうね、信じましょう。
かげさまで何度か持ちこたえたようです。誰かさんの祈りが通じたのかな。ご心配おかけしました。本当は昨日くらいから回復してたのですが、折倉先生が休んでおきなさいって。折倉先生、私に付きっきりで看病なさってくださってたようで、かなりお疲れのようでしたから、今でもおそらく病院内でお休みだと思いますよ。気にしないでください。きっと相当疲れてたんですよ。そうですか。そうですよね。待ってる方もいらっしゃるでしょうし。私は別に構いませんが、わかってますよ。嬉しいです。なんだか今日は一緒にいたい気分なんです。そうですか。いますよ、きっと。子供たちと遊んでいると落ち着くんですよ。私が子供だからでしょうか。そろそろ、寝ますか。私はまだそんなに眠くはないのですが、おそらく最後の巡回だと思います。静かにしていれば大丈夫です。一応私の後ろに隠れていてください。念のために明かりも消しましょう。すみません、いつも真っ暗にして寝ているので。目が慣れるまで待ってください。別に気にしてませんから。